高身長イケメン、携帯料金毎月1万7000円ぐらい支払ってほしい。どす。GU のおすすめの新作アイテムを買ってきました。よいしょい。ってことで、GU のね、こちら袋をね、持ってきましたよ。もうね、全然そんなに多く買ってないけども、一番でかい袋を取ってしまいました。マロニエゲート銀座店5階、10月11日オープンらしいです。ぜひね、お越しくださいませ。はい、すか。ごめんなさい。ってことで、本編どうぞ。で、このチャンネルでは164センチの僕が低身長でも低コストでかっこよくなれちゃう方法を発信しております。ぜひですね、チャンネル登録と通知のベルマークをお願いします。今回紹介していく GU のおすすめアイテム1点目がこちらでございます。はい、こちらなんでしょうか。カーゴパンツですね。お名前がスーパーワイドカーゴパンツでございます。こちらのアイテムね、 SS でも出ていたし、なんならここ3年ぐらいねずっと出されている、まあ、アイテムにはなるんですけども、今回ですね、パワーアップして帰ってきました。前回がですね、確か結構薄手のね、生地やったのが、まあ秋冬版ってことで、コットン60、ポリエステル40の、割と厚手のね、コットンツイルっぽい生地感になっております。袋踏んじゃいました。はい、袋倒しました。コットンツイル素材になっておりますので、結構分厚くなってますよね。年々ね、生地がパワーアップしてます。そしてね、花粉症の僕はね、鼻水が出てきました。追加分すごいよーっていう人はね、高評価をお願いします。モデルはパラシュート部隊のユニフォームを依頼としたユーティリティなパンツらしいですよね。で、普通のカーゴパンツよりさ、めっちゃ太いですよ。僕もね、ミリタリーパンツ発売してんけども、僕はね、M47 をベースにしたんですが、こちらに関してはね、M47 ではないですね。うん。パラシュート部隊のね、やつを参考にしたらしいです。品番はね、ちょっとわかんないですけどもね、うん、M47 ではない。うん。上品なやつよりも、フレンチメタリーよりも、アメリカ系のね、雰囲気を感じますね。まあ、M52 とかかな。デザインとしましては、ポケットがね、ここにね、2個ね、両サイドについております。なんか赤っぽくなってるけど、カメラのなんか減少っすね。こちらサイズはね、今回 S サイズを買ってきました。シール貼りっぱなしです。で、厚手のコットン生地をね、まあ、使われておりまして、デザインとしては、こちらポケットがね、2個横についておりまして、ポケットのサイズも結構ね、でかいんですよね。こちらのね、彼女が一人でね、暇の時に作ってた、この犬っすね。犬のね、この土人形、土粘土も全然入るんでね。よかったらこれ皆さん、スーパーカードカーパンツ買ったら、こういう人形作ってね、ここに収納してください。はい。あ首取れた。首取れた。ごめんね。でも今日からね、彼女、当分家に帰ってこないんで、まあバレへんでしょう。首取れたわ、完全に。完全に。びっくりした。子供やったら泣いてたな。で、色がね、オリーブとブラックあってんけど、今回はね、オリーブにしました。カメラでは結構明るく映ってるかもしれんけど、まあ実際ね、こっち系から引っ掛けてみたらこんな感じのグリーンで、まあこれぐらいね、暗めのグリーンをしております。でね、ボタンもしっかりついていて、チャックもね、YKK のチャックがついておりますよ。で、ドローコードもね、ついておりまして、ベルトループも全部ついて、ベルトループついてないわ。びっくりした。ドローコードで縛るタイプですね。ベルトループついてないです。でね、裾にもね、ドローコードがついてるんで、裾を縛ってね、シルエットを変えて楽しむこともできます。で、こんだけね、いろんな情報が詰まってんのに、お値段が2490円税込みなんですよね。めちゃくちゃ安いよ。すごい。じゃあ早速着用してみようか。はい、履いてみました。全体像はこんな感じです。S をね、履いておりますけども、意外に丈短いわ。丈意外に短いですね。僕の短足でも、割とまあ普通に、へそぐらいで履いたらまあこれぐらいの、超長いっていうわけじゃない、短い。GU のパンツにしたら、短い方かなと思いますね。ホームページのこう外人さんもね、結構短めに履いてるんで、まあそう思ってね、まあそんなもんに作ってるかもしれない。でね、足が長く見えるかというと、やっぱこうずぶといんで、ずぶと短いんで、まあ、足はね、そんなにね、まあ、綺麗には見えへんけども、こう、ワイドパンツ、特にこうスーパーワイドパンツっていうのはね、まあトレンド性も高いんで、うん、まあ、おしゃれなのはおしゃれだと思うし、今までのね、スーパーワイドパンツじゃなくて、GU のね、カーゴパンツ市場では一番こう、生地感が高級感あるんで、まあ、そこに関してはね、めちゃくちゃいいなと思います。うん。
2790円でこれを買えるかと思ったらもうすごいですね、それは。めっちゃすごいと思うんで、よかったらね、入ってください。はい。まあ、仮に僕がね、こう、自由、全身自由で合わせるならば、あの、レザーシューズ系のね、自由の靴をね、合わせて履こうと思います。アイテム自体はね、うん、マジで、すごいわ。これ2500円じゃないやろ。めっちゃ安いと思う。仮にレザーシューズで合わせたらこんな感じよ。かっこよくない？うん、もうこれでええやんな、もう。すごい。S で丈も短いんで、万人にね、おすすめできる生地感でございます。ただ、今日ドローコードしかないんで、僕結構ウエストがね、細いんで、なんか携帯とかを入れると、まあ、ずっと着そう感はね、ありますが、まあ普通に履く分にはね、特に問題ないと思います。じゃあこのままね、別のアイテムを紹介していこうと思います。次のアイテムが、こちらです。こちらですね。お名前が、ケーブルコンビネーションリラックスフィットセーターでございます。カラーがですね、オフホワイトを買ってきました。展開が、ブルーとレッドですね。僕はまあ、ブルーかオフホワイトかなと思ったんだけども、このちらの動画の展示会の動画で、こちらのね、オフホワイトの L サイズをね、試着させてもらったので、今回はね、ワンサイズ下げて、M を今回ね、買ってきました。で、お値段が2990円でございますね。うん、結構ね、自由のニットにしては、もう最高級ぐらい高いんじゃないかと思います。まあ、デザインはね、そのお値段にまあ見合った、もちろんデザインをしておりまして、細線、チューブと太線みたいな感じでね、柄がね、こんな感じで違うんですよね。で、袖もこうで、ほら、細い線、チューブと細線みたいな感じでね、柄が結構いろんなパターンになってて、まあ、着ててね、非常に楽しめるような柄になっておりますね。前が特にね、柄がすごいニットだなと思いますね。こういうニットってさ、こう前だけこう柄ついてて、後ろだけなんか普通みたいなのが多いけども、まあ、前後ね、あと両腕全部柄がついて、2990円っていうのはね、まあ、すごいですよね。まあ、ポケットとかはね、もちろんついていなくて、オーバーサイズのね、ニットになっております。じゃあ、着ていきましょう。で、M サイズ着用してみました。いいね。M サイズいいね。まあ、ゆったりめでね、着れております。まあ、正直ね、S でもいい気がしますが、今ね、スーパーワイドのね、カーゴパンツを履いてるんで、そう思ったらね、バランスは取れてますね。ただ、着丈ちょっと長いんで、S でも良かったなと感じはしますが、まあ、オーバーに着るとか、アウターはね、この上に着ることを考えなければ、もうね、S で十分かなって感じです。かっこいいな。普通にかっこいい。これ、モテんじゃんね、女子ね。もう、マジで、大学生、高校生のみんな、お金なくて、ファッションどうしようって感じがね、多いと思うし。だこれ、見て。かっこいいね。これにね、自由で売ってるレザーモカシンシューズのブラック履いてください。で、2.5 センチのインソールをね、1000円で買ってきて、入れてください。1000円、5000円、3000円、2500円で、めっちゃかっこいいファッション組めました。トレンド性、モテ性、めっちゃ、両方ともね、こう、ズバ抜けてるね、かっこいいパンツ作ったんで、これどう？袖のね、溜まり具合とか、身幅のね、オーバーサイズ感とか、あとね、まあ、生地に関しては、一応ね、まあ、もちろん、お値段もそうなんで、アクリル 100% なんですけども、そんなにこう、まあ、チクチク感も、見た目がこう、テカってるみたいな、安っぽい感じもね、そこまでしないし、そう思うとね、この GU のね、ニットはめちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。すごい名作な気がしますよ、これ。全体こうでこんな感じです。で、ナウッタとかはね、もう、まあ、デニムのカバーオールか、ブルゾンかね、羽織っときもね、いいと思います。はい。いや、これいいな。このコーデ。デート行ってたよ、これで、ね、ちょっと、感想を聞かせて。最近なんか、デート行ってくるんですけど、どんな格好したらいいですかみたいな、質問をね、結構いただくんですよ、DM で。これで行って、これでさ、待ち合わせします。で、ふーんって待ってたらさ、こっちからさ、あ、待った、ごめん、とか言ってさ、ポケット手突っ込んでさ、いや、全然待てないよ。じゃあ、行こうか、つって。これ、ポケットのこの肉感、たまらんやこれ。これでデート行ってみ？多分いけるで。なんかね、コメントで来てました。服着替えただけで、モテるなんて、絶対ないって来てたけど、アホかと。ほんまに。例えばね、マッケンユーか。マッケンユーぐらいイケメンがね、ユニクロ T から、全身小森に変えたところで、モテ具合はそれ変わらんよ。バキバキ童貞さん？バキバキ童貞さんが、汚いね、汚いって言ったらなんか、インタビュー当時の、服から髪型もメガネも全部変えておしゃれにしていって清潔感のあるめちゃくちゃかっこいい服をね着ていけばさ、大モテはせんかもしれないけどさ、マイナスが0またはマイナスがプラス3ぐらいでさ、なるやん。な、そのバキバキ童貞さんをマイナスって評価するのはさ、あかんかもしれんけど、まあ、なるやん。な、そういうことよって感じです。
ってことで何のどこかわからなくなったけど、もう今回は G のねおすすめできるアイテムを2点紹介していきました。コーデもねついでに組んでみたんでね、よかったら真似してみてください。はい、ということでこの参考コーデですけども、ユニクロのですねこちらラムニットとこちらのですね GU のスーパーワイドカーゴパンツを合わせております。でアウターに関してはですねコモリを合わせまして、靴はハウゲートの革靴を合わせております。俗に言う結構ワークミリタリースタイルといいますか、よくね見る格好でございますが、上半身はね結構暗い色でまとめておりますので、まあ切り目なね印象が生まれております。でね、あえてオーバーサイズのデニムワークジャケットを羽織ってですねゆったりとした雰囲気になっておりますけども、全体的にね色が暗いんでね大人っぽくもねなっているんですよね。めちゃめちゃかっこいいお気に入りのコーデです。ぜひ参考にしてください。そして次はですね、まあアウター結構いいのがなかったんで羽織っていませんがですね、シウンのねペインターパンツとジユのこちらのねニットを合わせております。で靴がねクラークスのワラビをね合わせております。オフホワイトとブルーとね間違いない爽やかコーデに黒色のワラビーを合わせて一気にね印象を引き締めました。ただ全体的に見つとも可愛い雰囲気をねアイテムを合わせておりますので女子受け間違いなしです。で一個だけポイントありまして、ニットがね上でオーバーサイズに合わせておりますので、パンツもね1個サイズ上げて M サイズで全体的にねサイジングをオーバーにしてシルエットを綺麗に保ちました。ぜひ参考にしてください。164で M と S でしたが、正直ね S と S でも全然いいぐらいでしたが、オーバーサイズのこのね女子モテしやすいこのゆったり感をね楽しみたい方は M と S で選んでみてください。パンツに関してはね、まあ、足長効果はねそこまでまあ見込めませんが、トレンドはねしっかり抑えてると思うんでね結構いいパンツです。そしてね生地もね進化してるんでね、そこもねいいなと思える点でした。自由のねアイテムに関してはモカシンシュートで、ね、1個紹介しようと思ったけど、あまりにもクラックスすぎて僕クラックス持ってるんでこれはもういらんなと思ったな。もうそれぐらいすごかった。マジでクラックスだったわ。で1個ねこのジップのね展示会でも履こうとしてたジップのブーツが欲しかったんけど、あれはね超大型店の吉祥寺でしか売ってなかったんで買えなかったんで、次回にまたね吉祥寺行って買ってきます。はい。でね10月8日のね22時から週のね発売もあるんで、そちらもね楽しみにしていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。以上、アレベッテシさんのバイバイ。フォローお願いします。